ザックです。本日は IKEA 大好きな私が紹介します本当に買ってよかった IKEA の商品厳選してご紹介しようかななんて思います。今私31歳の男なんですけれども、彼女と同棲中なので女性もそうですし、カップルだけじゃなく家族とかお子さんがいる方とかでも便利なんじゃないかな、いいねって思えるような商品も中には入っていると思うので、最後まで見ていってくれれば幸いでございます。それでは行きましょう。一つ目はこちらですね。ハフスローというシングルサイズのマットレスになります。横幅が90センチ、縦が200センチになっております。で、コイルマットレスなので、かなり厚みのあるマットレスになっております。で、コイルマットレスなんで、高反発のマットレスになっているので、最初ですね、高反発のマットレスで体を合わせる必要があるんじゃないかななんて思います。で、これぐらい指で押してみるとかなり反発するので、本当に寝返りも気持ちいいですし、なんかこう、ふわふわ浮いているような感覚で寝ることができます。実際に大の大人が座ってみるとこんな感じになりますね。で、横幅90センチなんで、他のメーカーと比べると5センチから10センチぐらいちょっと狭いんですが、まあ、このように手もね十分に置けますし、一回寝返り打っても特に落ちることなんていうのもないんじゃないかなと思います。あまりにもね、寝相が悪い人はちょっとね難しいかもしれません。で、私の場合同棲しているので、このように2つつなげて180センチの横幅にしております。そうすることでですね、まあコストも下げて、横幅もダブルサイズよりも大きく使うことができてます。値段も1つですね、1万円以下で買うことができるので、かなりおすすめです。2つ目はペルクラという収納ケースになりますね。1つ299円と破格の安さで、大容量ですし頑丈ですし、このようにベッド下にね収納することもできるので大変便利でございます。こちら別の動画でね上げているので、ぜひそちらも参考にしてみてください。で、こんな感じにね、荷物入れたら下にベッド下に入れておくこともできますし、似たような形で大きいリムパというものもあるのでおすすめです。3つ目はオディリスというテーブル足になりますね。こちら1本500円とかなりこちらも破格の値段になっております。そして70センチの丸いサイズの黒のねカラーを選んでおります。で、70センチの足がですね、ホームセンターとかにもあるんですけれども、なかなかねいいデザインとかが、ね、色味のものがなかったりしたので、で値段もね結構ね800円とか高めのものとかあったりするので、どうしようかなというところで出会いました。で、このようにねサイズを調整することもできるので、ガタつきも少なくすることができます。4つ目はヨナクセルという収納ラックになりますね。こちら1,2,3,4,5,6 段ですね、カゴを入れることができる、まあ、万能な収納ボックス、ラックと考えてみた方がいいのかなと思います。で、僕はこの網網のラックを2つ購入して、まあ、いろんなものをねお掃除グッズとかを入れるようなものとかにしてます。で、天板もつけてですね、上にこの電子レンジを置いたりしております。で、冷蔵庫横のスペースがね、ちょっと絶妙にね、空いていたので、今回このような形で、ヨナクセルを置いております。そしてこちらですね、クランビーというね、まあ、収納バッグといいますか、まあ、エコバッグ代わりとか、買い物バッグとか、アウトドアとかにもね、ガシガシ使えるバッグもおすすめです。続いてこちら、オマルというシェルフユニットになります。こちらも別にレビュー動画を起こしてますので、ぜひそちらを参照してください。特徴としてはね、こういった亜鉛とかね、こういうメタル系のデザインなのにもかかわらず、すごく値段が安くてですね、このように天板を取り付けることによって収納力も抜群になりますし、まあ、キッチンスペースをもう少し増やしたかったので、これを買ってみました。高さもね、まあ1メートルあるかないかぐらいでね、すごく使い勝手のいいものになっておりますので、非常におすすめでございます。続いてこちら、アーブスラーゲンといういわゆるお玉置きになりますね。これ使い方としてはですね、まあ調理中に使っているトングですとかお玉ですとか、そういったものをねこのように一時的に置けるスペースになっております。どうしても調理中にね置く場所困っちゃったりするときとかはね非常に便利になっております。で、ちなみにこのね、グルンカというね、4つでね、セットになっているこういった調理器具なんかもね売ってるんで非常におすすめです。最後はこちら、ラックというですね、まあ、いわゆるコーヒーテーブルになりますね。横幅が90センチあるんでね、非常に大きいですね。ただね、存在感もそんなに大きいわけではないので、インテリアを邪魔することもそんなにないんじゃないでしょうか。で、デザインも白くてね、いろんなインテリアに馴染むと思います。これぐらい実際に広いですね。はい、大の大人がこうやって喜んではしゃいで置けるぐらいスペースがありますので、非常におすすめでございます。はい、ということで今回 IKEA で厳選して本当に買ってよかったものをご紹介しました。最初にも言った通り、カップルだけじゃなくて個人だけじゃなくて家族とかね、お子さんがいる家庭でも十分に、ね、なんか使えるアイテムとかいっぱいあるんじゃないかななんて思うので、ぜひですね近くの IKEA に寄ってみたりですとか、オンラインとかでねちょっと配送料すごく高くなりますけども、これが欲しいっていうものがあればですね、ぜひですね買ってみてはいかがでしょうか。他にもですねいろんな動画載せてますので、ぜひですね参考になったと思ったら、いいねですとかチャンネル登録よろしくお願いいたします。明らかに髪型が変わっているので、別日にエンディングが撮りました。それではまたお会いしましょう。さようなら。